吉田金友は室町時代中期から戦国時代にかけての浸透家、浦部県名の子、官位は樹二位、悲惨に、位、本性は浦部氏、吉田神社の官主、吉田神党の事実上の創始者。家計は神道家の浦部家の系譜を引き、金友の代に吉田家を起こした。影響7年、浦部県名の子として誕生。 はじめ県民と称したが、文章元年に、金友に改名している。はじめ神義大福を務め、浦部家の家職、科学を継承していたが、次第に、科学、神道説を整理し、神明三言語大伝心妙行を表して、吉田神道の基礎を築いた。その後も、神道説の中心となる、日本書紀、熊代巻と中富の払いについて、検鑽を重ね、 小土御門天皇に信仰したのをはじめ、君下たちにも講義を行った。文明十六年、吉田神社に、時書として、虚無不元と尊神を祀る、大元宮を創建して、日本各地の神を祀ったが、伊勢神宮には、反対された。吉田神道の入門書であり、また、根本経典でもある、唯一神道名法要集、神道大尉、神明朝頭中を表し、また、 朝廷、幕府に取り入り勢力を拡大し、自ら、神義官僚長城と名乗り全国の神社を支配、神意、神職の医界を授与する権限を獲得した。吉田金友が、神竜大名人として祀られる、神竜社名を八年に四十二歳で死去した子、兼松室のために、吉田山に、寺院、神竜院を創設し、その長老に、息子の名器をつけた。 新竜院はその後、そよぎしゅんなど、吉田家の人間が後を継いだ。永正八年、皇居、京年七十七。死後吉田社の境内に葬られ、新竜社にて、新竜大名人として祀られている。孫に、吉田金美里。金友が吉田神道を唱えた背景には、両部神道や伊勢神道に対抗する意図があった。金友は、吉田神道の主張を通じて、 様々な教説に分かれていた神道を統合しようとし、室町幕府にも取り入って、県政を拡大し、神道界の権威になろうとした。ありがとうございます。